音楽一家で天才肌の家族に囲まれていたたまれなかったのはわかる。だがあんたにも演奏家の血が流れているんだ。不遇の環境にめげるんじゃない。諦めなければ道は必ず開け。世界的に有名な指揮者の父とピアニストの母を持ち、姉も若くして有名な演奏家の音楽一家。あんたは名門の音楽学校に通わされ、コンクールでもいい成績を残すものの、親の七光と言われやさぐれ中。なんだろう、違うのか。お母さんを亡くしてるのか。そうか、それがきっかけで音楽の道を挫折して。辛い過去があっても前に進むんだ。凍結しそうだ。寒気までする。嫌だね。注射が嫌いなんだ、私は。注射は嫌だ。子供でいい。ん？ああ、そうだよ。誰かに聞いた。ここの世界の人間は皆二つ名があるんだ。地位がそのまま呼び名になっていることもある。私はミノムシと呼ばれているんだよ。ああ。違う。毛布じゃなくて。いつも夢に包まれて出てこないからだ。私はそういう役割なんだよ。
ミナムシならまだいい。イモムシと呼ばれることもあるんだ。それは許せないよ。ミノムシの方がいい。私はミノムシのままでいる。他のやつだって似たり寄ったりさ、私だけじゃない。さっきいくつかと聞いたけど、私たちに年齢なんてない。いつまでも子供で、最初から大人なんだ。そうだよ、狭間の世界だからね。変なんかじゃない。君だって痛いのは嫌いだろ。注射は痛い。私は注射が大嫌いなんだ。いくら具合が悪かろうと、医者には絶対に行かないからな。死んでも行かない。
禁断の愛か。う、嬉しそうって仲をしてないぞ。なんで禁断の姉妹愛で嬉しそうな顔なんか。しまって、やっぱり。違う。違うっつってんだろ。違うぞ。誤解だからな、誤解。俺は音楽を愛する高尚な男で、澄み切った音色からも分かるだろう。音は人物を表すんだぜ。濁りなんてない。一辺の濁りもなく澄み切った音色が俺のすべてを表しているんだ。そうだぜ。音は人を表すんだ。そんなに完璧な演奏ができるのか。はい。若干な。あんたさ、やっぱりお姉さんの天才的な演奏にコンプレックスを感じてピアノを挫折したんじゃないのか。ありえそうな感じだろ。
そうか。妹に尊敬されたら嬉しいと思うけどな。そうだよ、妹に完璧って言われるくらい憧れられるような姉さんだぜ。あんたが何やらかしたって寛大に受け止めてくれるって。あんたはちょっと考えすぎだぜ。もっと気楽に行けよ。気楽にな。じゃあ、景気づけに一曲俺が演奏してやるよ。暗い空気も吹っ飛ぶぜ。ありがたく聞けよ。あの、そのいえ、やっぱりいいです。気になるって、でもわかりました。あなたがどうしても気になるというのなら、スカートがめくれ上がっちゃっていますよ。うん、なんで早く言わないのって。だって言いづらいじゃないですか。あなたと出会って分かったことがあるんです。愛とは痛いものなんですね。あなたに殴られるたびに溢れんばかりの愛を感じて、僕はなんて幸せなウサギなんでしょう。
焦っていいことなんかないぜ。適当にやってもそれなりにうまくいくもんだ。そのうち落ち着くところってのがある。せっかく親身になって話してんだ、聞けよ。考え事してただろ。聞いてないのかと思ったぜ。ろくに聞いてないんだもんな、人がせっかくよ。ムカついたのか。嫌味かそれ。嫌味だな。そんな風に言われてうまい言葉が出てくるかよ。いや、この場合おかしいのはあんただろ。適当なセリフでいいってのはあんまりだぜ。あんたのために真剣に話してるってのに。何言っても慰めになるってか。そんなことねえだろ。なんだそりゃ。俺はどんな精神安定剤だよ。